これを見て地元の情報通になろう、地元通のコーナーをお送りしていきます。まずは前半の3本です。早速 VTR どうぞ。宮崎神宮東神苑では毎年春と秋に開催される宮崎植木市が開かれています。町に花と緑をキャッチフレーズに宮崎商工会議所が開催する植木市、会場では桜や椿をはじめしだれ梅、ルピナスなど花の色と香りを楽しむことができる植木や草花およそ2500種類60万本が展示販売されています。来場者は会場に集められた色とりどりの植物からお目当ての品を探し、中にはお店の人から管理のコツを教わる人もいました。またこの日は植木相談教室が行われ、自宅で栽培している植物についての疑問や上手な育て方を無料で学ぶことができました。好きなんです。もう家の周りにちょこちょこ買っては増やしていってるんですけどね。リースを作るときにこれは役に立ちそう。少しずつ暖かくなってきましたので、やはり一足早いですね、春を楽しんでいただけたらと思いますね。緑のデパートっていうような感じでですね、ぜひですね遊びにお越しいただけたらと思います。春の宮崎植木市は3月31日火曜日まで開かれています。会場でお気に入りの植木を探してガーデニングを楽しんでみてはいかがですか。宮崎県立西都商業高校で閉校式が行われ、今年卒業した3年生65人と同窓生や保護者などおよそ400人が参加しました。1963年に開校した西都商業はこれまで9966名の卒業生を社会へ送り出してきましたが、生徒数の減少などから今年度で閉校となりました。閉校のキャッチフレーズは芝露未来光らせ。芝露とは校歌の歌詞にも使われている言葉で、将来生徒たちが芝露のように光る人材になってほしいという願いが込められています。式典では今年度の卒業生代表として長峰岳さんが先生や地域の方々への感謝の思いと将来へ向けての決意の言葉を述べました。最後は参加者全員で閉校を惜しみながら校歌を斉唱し、57年の歴史に幕を閉じました。とても楽しかった思い出がある。なくなるんだなと思ってなんか寂しい感じだったけど、できました。一期生です。私は、はい、学校としてはなくなりますけども、まあ、私たちの胸にいつまでもこう残っている学校ですので、それを、卒業された皆さんも誇りに持ってこれからも頑張ってほしいと思います。これまでつないできた西都商業の歴史と伝統、卒業生たちは芝露未来光らせの言葉を胸にそれぞれの道へ向かって歩き出します。宮崎県立美術館では多くの県民に美術への関心を持ってもらおうと宮崎県美術展が開かれています。会場では絵画、彫刻、書、写真、工芸、デザイン、映像の7つの部門に分かれ、応募総数962点の中から選ばれた507点の入賞・入選作品が展示されています。こちらは写真部門の大賞を受賞した春風という作品です。写真全体に春を感じる要素がたくさん詰まっていて、二人が見つめる先にはどんな春が見えるのか想像を膨らませる作品となっています。続いては彫刻部門の純特選の作品です。この作品には実際に海岸で拾ったおよそ1万個の貝殻とゴミが使われていて、海を汚さないでほしいという作者の思いが込められています。そして絵画部門で大賞を受賞したのは追憶という作品です。モノクロで描かれた縁側でくつろぐ老夫婦、二人の顔のシワや表情から会話の内容や歩んできた道を想像することができます。本当に
のいろんなジャンルの作品がいっぱい集まってますね。はい、この展示会は3月15日日曜日まで開かれています。はい、まずは前半の3本お届けいたしました。はい、まず1本目にご紹介した植木市なんですけれども、3月7日土曜日に開催を予定していたチャリティーオークションはコロナウイルス感染予防のため中止になりましたということで、でもね、あの期間中は植木の剪定、上手な育て方などの植木教室も行われるということです、ね、あの野本会長がおっしゃってましたけれども、緑のデパートという、ね、表現されていらっしゃいましたけれども、お家の中とかどこかに、ね、お花やグリーンがあるとね、とても気持ち晴れ晴れしますからね、ぜひ取り入れてみたいものです。さあ、そして、西都商業高校の閉校式という話題をお伝えしました、はい。まあ、あの自分の母校が閉校ってなるのはちょっと寂しいかもしれませんけれども ね、 ね、うん、あのインタビューの中で一期生の女性の方がおっしゃってましたね、はい。まあ、閉校しても胸にはいつもその残っていると、自分の母校というのはね、うん、それを誇りに頑張っていってほしいという言葉がありましたが、まさにその通りですね。これからまた新しい歴史を刻んでいってほしいと思います、はい。で、あのカメラ散歩というね、あの番組でも西都商業高校を今度扱ってます、はい。3月、そうなんです、3月7日が初回放送となりますので、ぜひそちらもご覧になってください、はい。さあ、そして宮崎県美術展なんですけれども、いろんな作品が、ね、展示されてて、すごかったです ね、 ね、あのお魚のやつとかも面白かったですよ ね、はい、ね、あのなんか相対するものが一つになってメッセージを伝えるってすごいですね、その力ね、はい。そして、ね、あの来年からは宮日美術展と県美術展が合併されるため、今年が最後の県美術展になるということで、はい。で、展覧会は3月15日まで開催予定なんですけれども、まあ、期間が短くなる可能性があるので最新の情報をチェックしてみてください、はい。ということで、まずは地元の前半お送りしました。